超稽古は、中国出身の日中間研究家。元北京放送アナウンサー、中国語日本語朝鮮語の通訳であり、現在は語学教室、JCK 話音を運営するほか、稲川元校事務所所属のタレントとして、テレビ等にもしばしば出演する。朝鮮族の中国人として、中国吉林省延吉市に生まれた。 1986年から1990年まで北京外国語大学に在学し、日本語日本文化を専攻した。1990年、中国国際放送のアナウンサーとなり、1997年まで務めた。1999年により、東京大学大学院に在籍し、2001年に修士課程、2005年に博士課程を修了した。 2008年、日本に帰化、帰化理由は、ビザを取りやすい、日本国籍が仕事の便宜上便利だから。また、日本の参政権を得るため。2010年3月14日、高人のそこまで行って、委員会の番外編、いつまでも、半中で委員会大激論。アジアは一つになれるかタレントとして、日本のテレビ番組に、しばしば出演し、中国や日中問題。 在日外国人問題についての持論を展開している。ここが変だよ日本人出演時に35歳と表示されているため1965年前後と思われる。ABCDE、超稽古、稲川元子事務所。2013年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月19日閲覧。 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻修士論文題目一覧。ありがとうございます。